今日はあの TikTok ライバーのイガちゃん来てますけど、ピザはあのソサイチで日本一取ってるんで、はい、そうだね、俺らはやっぱソサイチで日本一取んなきゃいけないんで、間違いない、1対1からまずは、ね、やっぱまずは1対1からもうシンプルですよ、あのもう1対1じゃん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 していろんな角度とかやって、あそうです、はい、もうとりあえず特訓するという、はい、終了取るでいきましょう、カルロリーレンタカー半分出してやるよ、いやー、うわー、うまいねー、あー弱すぎる、あーボール蹴ってるな、ボール蹴ってる、ちょっと待って、ボール蹴ってる、音はこれボール蹴ってる、まあまあまあ。ナイスじゃないよ、ナイおい遅いね、あれ今ゼロ？ゼロ、やばい、うまい、うまい、うわー、いかれた、うわー、いかれた、あぶな、うまい、うまい、うわー、いかれた、うわー、いかれた、あぶな、いや、いいです、いや、いいです、いや、いいです、やめて、やろ。ピーヒー始まってるね。うまい。うまい。なんか今歯みたいな。あっという間半歩ずらし。違う、お前勝ったやろ。でも試合中あるから。仲いないのずいな。仲おらんのずいな。よし、試合中だと全然かかってないね。バカいかないから大丈夫。そうだね。ちょっとハンドじゃないよな、確かに。これは？
いやえぐっちゃうフォワードやそれはフォワードうわいやえぐっちゃうカラブミバックに引っかかってるカラブミじゃん守る外に守るあいさいいやーいすけシュート外しも俺の勝ち？いや、ドロー。オッケーオッケー了解。暑い中めちゃくちゃいい汗かいてるな。
汗だろ、ほんまエグいから。いやもう真夏ね、脇汗ともうエグいと思う。もう脇汗プンでしょ。夏はやばいよ、ダラダラ。脇がもう臭くなるでしょ。臭くなる当たり前でしょ。俺の脇によってきっちょっと始まった。ちょっと始まった。今日割の場所ドメだったしな。え、ちょっとガチでガチで一応ガチで。ちょっとだけ毛が生えてる。ガチで臭くないってか、むしろなんかいい匂いする。なんで僕が臭くないかと言いますと、むしろいい匂いやった。それね、これをつけてるからです。前の足のやつ、足のやつから、足のやつ塗ってる、足のやつ。新商品リデンの薬用デオブロッククリーム、今年の夏に出たのをこれ塗ってまして、もう匂わないって書いてある、はい、この商品なんと汗の匂いを元からブロック、汗が出るのを抑えてくれる。確かにもはや、ね、なんかさらついてるもん。なんならいい匂いしてたでしょ。匂いはマリンムスクの香りですから。確かにそっち系やつ、汗を抑えつついい匂いということで、爽やかな最強やん。今年の夏もこれむちゃくちゃおすすめですよ皆さん。いやこれね、サッカーやってる男子には相当大事。脇汗って、まあ女子もそうだけど、ステックとかあるじゃん、これクリームタイプなんよ。え、珍しい。クリームをちょっと手に取ってこう塗っとけば、汗がかくのを抑えれるから匂いも抑えれる。で、匂いはさらにこれついてますから、むちゃくちゃいい匂いということで。きつい匂いじゃないね、しかもおしゃれ、おしゃれ。夏のなんか爽やかな香りみたいな。塗るタイプのデオドラントとかはまあ効果高いんですけど、匂いがちょっと薬品臭くて気になるの合うんですけど、これはもう本当に爽やかな香りがして、こちらの商品非常におすすめです。これいいね、マジ。こちらの方なんですけど、お値段の方、こんなんもう1万じゃない。だって匂い抑えるんだもん、夏の。安くても5000、税抜きで2480円。安い、3000円しないですから。安すぎるよこの夏。はい、こちらのアイテムを手に取って、もうモテ寄りになってください。概要欄の方に貼ってますんで、皆さん一度チェックしてください。この夏必須ですよ。ということで、おっしょ、おっしょ。